和歌山県立木風土木の丘は、和歌山県和歌山市にある登録博物館施設。国の特別史跡である、岩八千塚古墳群の保全、研究、公開を主たる目的として1971年8月に開館した考古学、民族学系の博物館である。和歌山市郊外の丘陵地にあり、総面積は65ヘクタール。 その広大な敷地全体が博物館施設となっている。国の特別史跡に指定されている約400基の古墳群、復元した建築住居、移築した江戸時代の古民家集落、資料館及び万葉植物園などで構成される。国指定の特別史跡、岩橋千塚古墳群など、和歌山県内の遺跡、古墳等からの出土品の保存、研究、公開を主たる目的として、 京都出身の実業家、松下幸之助の寄付により建てられた。史跡公園かつ登録博物館施設である和歌山県立寄付土器の丘の中心となる施設であり、ビジターセンターとしての役割を持つ。館の外観は、弥生時代の高床倉庫を模した造りになっており、外壁には古墳石室材に使用される成績が貼られている。館内には、 古墳からの出土品や根頃でラボーイン跡から出土した陶磁器類、備前焼の亀、ミングなどが展示されている。ありがとうございます。